親とのコミュニケーションがギターでした。おもちゃ代わりに父親のギターを入れたりして、そうですね、音楽には触れてました。普段は、まあ、バンドメンバーやったり、あと僕ゴットっていうバンドも一つやっていて、踊ったばかり国と別で、その子らと曲借りたり、大概飲んでるっすかね。バンドでどこまで行きたいか、どんな景色が見たいかみたいな話を、答えも出ないのにずっとしてる感じです。バンドのメンバーがつながると音もつながる、音がつながるとバンドのメンバーも強くなると、こう比例していくもんで、バンドはその、今回のツアーでは簡単に言うと全員が全員を 100% 信頼できるようになった。